やば。ビアガーデンできるんかな。屋台あこれビア。なんか揃ったような感じだね。というわけで今日はね、焼肉レストラン、焼肉レストラン鶴松さんにねやってきました。僕初めてなんですけど、まあ、とある焼肉直売所との系列店と聞いたんですけどね、ちょっと行ってみましょうかね。なんかまたこれ面白そうね。だってこれホルモンうどんとか500円って書いてある。うわービアガーデンできるんかな。あるって。ただこのものだ。ねえ。屋台あこれビア。うん、あれだね。夏限定っぽい。うわ楽しみや。お持ち帰りできるんだ。すごいレトロ感が、まあ、普通にね、鶴松人に感じの方がいいのかな。炙りレバー。さっきいいね。これウソだ飲むんですか今日は。まあ、これあまあいいね、マックリマックリテンション上がるやつ、赤いやつデザートあるキネルラーメンすげえ。まあ、ニンニク少ないってのはそんだけ人が出入りが激しいっていうか、そうですね。これは系列というか、まあ、下ろしてるぐらい。でも値段もそれぞれ違う。まあ、中央町だったらまだ余計値段が上がってくるよね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。前のでこれ。いや、戦闘機だ。遅刻してきて。大遅刻。もう分かっとったけど。12時間ぐらい。12時間。いやもう11時って言ったんですけど、パッと起きた時に10時28分。もうダメや、もう分かった。やばい。まあまあやばいじゃないですか。プリプリホルモン、これはロースのですね。今これ多分鶏肉ね、ほんと一緒っすね。そうですね。火力強いんだね。弱くしたよ、弱い感じの方が。Thank you.
ね、だって4人家族の1回分の米ぐらい、ね、めちゃめちゃでかいという。はい、じうん、加減多分いいね。うん。うん。でもちょっと太った。ねえ、なんか人みたいな、皇室の人みたいな。ねえ、なんかいい。でもなんかちょっと満足げな。動いてます。動いてないんですよ。美味しそう。めちゃめちゃもう肉厚なんですけど、いただきます。あ、口に入れたもう瞬間。皆様ご視聴ありがとうございました。今回は焼肉レストラン鶴松にお邪魔しました。このお店、鶴松グループのお店で、この他にも同じお肉を扱うお店が複数あるようです。ぜひ、機会があれば、ぜひどうぞ。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。